今日の孤独酒はレンジで簡単平たけのバター醤油です。さあ、じゃあいただきましょう。簡単レンジで平たけのバター醤油、パルメザンチーズ添えですね。パルメザンチーズかけてみました。いただきます。いい匂い、パルメザンチーズ。あ、うまっ。うわー、おいしい。うん、完璧。うん、酒のつまみだね。パンチあるね。バター醤油とこのパルメザンチーズの融合ね、ガツンときますよ、口の中に。それとこれ芋焼酎がまたね、ソーダ割りだからスカッとさせてくれますよ。鼻に抜けるし。うん、これは結構パルメザンかけたんで、うん、バター醤油に負けないぐらいパルメザンチーズの味もしてますね。うん、うん、この平たけが身が結構しっかりしてるんで、噛めば噛むほどこのキノコの味が出てくるんで、うん、後半は平たけの味です。口の中キノコうまいですからね。簡単だし、だいたいレンジで1分で火通るじゃないですか。だから前回もやったあのレンジレシピをちょっと試してみました。うん、でバター醤油だけにするのはもったいないんで、ちょっとあの洋風というか、うん、イタリア料理出てくるようなパルメザンチーズをたっぷりかけてみました。もうちょっと、うん、バター醤油もあって洋風よりちょっと和風に近づきますね。うん。これは、うん、で結構パルメザンチーズって、まあ、パスタとかそういうのに使うと思うんですけど、結構気づいたらなんか賞味期限切れてません。うん、だからこういう時にドバーッと使った方が、うん、賞味期限切れる前に使い切れると思います。結構これおすすめです。今日平たけは結構味が出やすいので、まあしめじとかよりだから舞茸とかも向いてると思います。とあとえのきとかね。うん、でまあバター醤油とまあパルメザンで少しヘルシーではないですけど、きのこ自体はヘルシーなんで、うん、こう簡単に食べるおつまみとしてはいいと思います。うん、でここ最近はですね、この先週か、同期のもぐもぐピーナッツっていうコンビがいるんですけど、千葉スイマス芸人をやってまして、そこのその2人のトークライブが、幕張イオンモール劇場でやることになったんですよ、第1回。そのゲストに僕ら呼んでいただきまして、結構もぐもぐピーナッツとは仲いいんですよ。
うん、バッシーっていうあの赤いシャツ着てる方とウフコ菅原という色があの黒いからゴリラに似てるし、ウフコっていう今で考えると多分つけられちゃいけない名前だと思うんですけど、ね、コンプライアンスがちょっと緩かった時代につけられた芸名、まあ、なんですけど、そのコンビがいて、うん、でまあ平日の 夜6時からトークライブをやったんですけど、うん、いやめちゃくちゃ楽しかったですね。うん、何でしょう、まあ、僕らが、ゲストなんですけど、見た方は分かると思うんです、完全に僕らがメインでモグモグピーナッツはゲストでしたそのぐらいあのゲストとしての振り舞いでしたね、モグモグピーナッツは。うん、まあ、ウッホっていうのが天然なので結構そこを、みんなでいじったりとかしていると1時間の持ち時間があっという間に終わるという、うん、全然僕らの方は全然引き出し開けられてない状態でした。うん、帰って自分の引き出し開けたんですけど綺麗でしたね。何にも取り出してないですよ。ウッホの方の引き出しばっか開けてました。うん、でもね、まあ、第1回僕らでしたから多分来月もやると思いますし、第2回第3回はね誰なのかなと思いますね。でライブ終わり、打ち上げしようってことで、うん、まあマネージャーさんといつもおさんとデザインのモグさんっていう方と、まあ僕らとまあモグピーナッツで打ち上げして、まあなんかちょっと反省会もしながらなんか懐かしいなみたいな話を、まあ、なかなか会うことなかったんで飲んで喋って、うん、終電ぐらいで帰ってきて、だから次の日かな、ウッポから LINE 来て、うん、で昨日ありがとう、芸歴20年の中で一番最高の夜だったよ。いや嘘だろうな、そんなわけないよな、芸歴20年でトークライブ、いやいや普通単独ライブとか、まあ、すごいとんでもない、なんだろう、コンテストで勝ち上がって優勝したとか、なんかそういうことぐらい起きないと20年で一番の最高の夜だったよって書かないじゃないですか。あいつの中ではそんだけ嬉しかったんでしょうけど、なんかね、こっちとしてはトークライブのゲストで行ってるし、その20年で最高の夜だったよりはちょっと並べないじゃないですか、肩を、うん、だいぶ後ろ悪い走ってたんで僕ら、だから相変わらずなんかまっすぐなさんだなってね思いましたね。うん、ぜひこれを見てちょっとモグモグピーナッツ気になるなと思ったら、成田の方でラジオやられてるんでぜひ聞いてみてください。どんなコンビか分かりますし、でそこでもしもっと興味出たら幕張イオンモール劇場ちょっと遠いですけど、そこのトークライブをぜひ行ってあげてください。結構同期を呼ぶと言ってたので、もしかしたらマジカルラブリーの野田クリスタルとかバンサーの尾形とか、あの同期なんでミンシャリとかジャルジャルとか、あの辺多分あんま絡みないと思うんで、あそこもしかして呼ぶかもしれませんので、うん、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。あとこの間奥さんが誕生日でして、ちょっとご飯食べ行こうっていうことでお寿司屋さんに行ったんですよ。で、まあ、お任せのコースを頼ん で僕らしかお客さんいなかったので、でももう店の雰囲気はもうめちゃくちゃなんでしょうね、居心地のいいゆったりとした空間 で、うん、で僕らカウンターなので、まあ、板前さんが目の前でお寿司を握りながら僕らに提供してくれる、うん、でこう僕らの会話がちょっと一段落したら、どっから来たんですかって会話をしていただいて、すごい気さくにいろいろ喋ってくれて、でここのお店って何年ぐらいなんですかオープンって聞いたら、30年ぐらいやってるってことで、めちゃくちゃ長いな、でも30年の間この店変わりましたって聞いたんですよ。この辺変わりましたって言ったら、そうですね、当時は結構名店とか有名な店たくさんあったんですけど、やっぱり有名な店っていうのはどん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 こうなんか売れていくので天狗になっていくみたいな、なんかちょっとこういろんなことが雑になってって、結局上がりきったら下がるしかないんですよね。だから下がってって結局今何にもこのお店たちは全部なくなってますねみたいな、潰れてますみたいな、うちはそんなことないのでもうゆっくり、うん、なんだろう、上がることもなく下がることも平坦にうまくやってきましたっていう話をしてくれて、うん、なんか
前にその話聞きたかったなって、あの頃の自分に言い聞かせたかったですね。うん、もうその通りだなって、まあ、もちろんね、この上がりきったところを維持できる人たちはもちろんいるんですけど、それこそが多分ほんのわずかだと思うんですよ。なんかね、見透かされてたのかなって、なんかジョイマンの人だって分かってくれてたのかなって思っちゃって、だからなんか言いましたね。いや、なんか14年前の自分に聞かしたかったですって言って、お客さんなんかされてたんですかって言って、あの笑い芸人やってまして、あ、そうなんですね、どういうコンビでみたいな、あのジョイマンっていうコンビなんですけど、ちょっと分かんないですね、あ、たまたまこの話たまたまだったんだ。じゃあ、なんかすごい、30年やってた店の人だからこそ言える言葉らしい。今でもそこの店は人気店でしょうし、もちろんお寿司はめちゃくちゃ美味しかったですから、なんでしょうね、そのいろんな豆知識も教えてくれて、なんか自分で気をつけようと思いました、その時。で、またそこのね、30年続いてるお店に、まあ、何年後かかりませんけども行って、あの時の言葉で気を引き締めて、まだ芸能界でなんとか頑張ってますって言おうと思ってます。はい、いや、いい言葉でしたね。上がったら下がるしかないっていうね。ぜひね、明日の10月23日行列のできる相談所見てください。よろしくお願いします。さあ、あとこちらの、レンジで簡単平たけのバター醤油パルメザンチーズ添え、ぜひぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。